なんで毛穴がこんなに閉じるんだろうっていう、これほんとすごいです。更年期の私を救ってくれた。皆さんこんにちは、美容家の咲岡めぐみです。年の瀬ですね。なんか今年も早かったなと思います。今年も1年ありがとうございました。今日は今年お世話になったアイテム、かっこ新登場ありをお届けしたいと思います。本当何しろ今年は睡眠不足との戦いだったんですよね。そんな私を救ってくれたアイテムたちをご紹介したいと思います。新登場の商品もあるのですが、改めてリストアップもします。最後めっじゃあ救われアイテムも登場しますのでぜひ最後までご覧ください、はい、大前提としてなくてはならない相棒というか一生付き合いする人をご紹介します私はこっちのワクチナイザー X を使用してるんですけれども、この美容成分濃度が約半分の V っていうのもあります。軽く振ってからお使いください。本当にさらりとしてるでしょう。余計なものを極力省いたんですよね。すごい浸透早いです。肌内に水分が満ちてる感じ、パッと透明感が出ます。12のアクティブ美容成分を全部推奨濃度以上というか効果濃度以上配合して細胞試験にかけ、相乗効果も確認しながら開発したものになります。エイジング悩みって一つじゃないじゃないですか。全部の悩みに全力投球できるように、ガンとエイジングの崖からもう落ちてるところを救ってくれる商品が欲しかったの。再三度返しで作った商品です。でこれがなくてはならないんだけれども、今年お世話になったなと改めてお礼を言いたいアイテムもご紹介します。まずはこちらです。ドクター K 薬用 C リンクルホワイトミルク。睡眠不足は毛穴に勝てないって以前の動画でも言ってると思うんですよね。もうこれがね、私の実感値としての結論なんです。ただ冬でしょ今、頬が乾燥するのに毛穴も開くっていう方いらっしゃいません？こういう保湿もしたいんですよね。この保湿アイテムとして私これ使ってます。保湿がしっかりされるのに毛穴にも効果大っていう。私本当に混合肌なのに鼻にも塗ってます。睡眠不足、混合肌の救世主。最近も朝の乳液はこればっかり。セラミドを自分で作り出せるようになったんだと思うんですけども、スベールのセラミドミルクとか、高濃度のセラミドが配合されているようなものが必要なくなった。保湿力しっかりなのに、最後鼻にも薄く塗ると、鼻の毛穴閉じるのよ。私の場合朝が最も毛穴開くので、睡眠不足だからね。だから、本当にこれおすすめです。クリームとの乳液との中間のような濃厚感のある剤です。でこれ分かっていただけるかな、なんかちょっと普通の乳液と違うんですよね。ツヤっていうかすごく伸びいいです。もう本当に気持ちいい。スルーと肌と一体化していく感じなんですよね。塗布後は嫌なベタつきもなく、なんか増粘剤による膜感も少ないんですね。でもしかも保湿力ある、素晴らしい使用感です。香りは野原油、あとラベンダー油、ゼラニウム油で、まあ、バラ系のいい香りがします。一応どういう人におすすめかっていうと、肌質は全肌質 OK、 ただし素肌の方は量に注意してくださいねと。肌悩みは毛穴、シミ、くすみ、シワ、乾燥、ごわつき、肌荒れ。私が使う順番は今言った通り、朝乳液の時に乳液として使います。夜も使う時あるんですよ。クリームが重たいと感じる時、ホットフラッシュが起きちゃった時、そういう時は夜使う時もあります。詳しくお話しますね。シワ改善、美白有効濃度のナイアシンアミド、それから抗炎症のグルチルチサンチカリウム配合の医薬部外品の乳液になります。開発者の皮膚科医である亀山先生、実は今年休止されてしまったんですよね。この商品が発売される前にお亡くなりになったので、遺作と言えると思います。でこんなマニアックで優しくて、常に常に患者さんの綺麗のためにっていうことで皮膚メカニズムを追求してった先生はいないんじゃないかな。亀山先生どういう先生かっていうと、アメリカ国立衛生研究所にいらしたんですよね。その時要するに基礎研究されてたんです。要はね、基礎研究の頭脳と日本に帰ってこられて、臨床医になられて、その臨床医の頭脳を掛け合わせて絶え間なく情熱を込めてご研究された結晶なんですよね。私最近ずっと使用してるんですけど、医薬部外品にされたのでナイアシンアミドだけが目立ってるように感じるかと思うんですけども、違います。亀山先生といえばカクテルビタミンとか、もう本当にしっ
果に有効濃度入れようねっていう先生なんです。しかもビタミンの相乗効果を論理的かつ臨床的、実際の人の皮膚で見てるのね。めちゃめちゃ難しいんだけど、サーチュイン長寿遺伝子とかエネルギー産生経路とかね、先生が神様の贈り物っておっしゃってたエネルギー産生のスイッチの AMPK っていうものとか、基礎研究されてた先生ならではの細胞のメカニズムを網羅してる乳液なんですよね。全体的なエイジングケアアプローチはもちろん、亀山先生といえば実は毛穴ケアでも有名なんですね。毛穴ケアの亀山先生の秘伝のレシピがすごい。私は実際にビフォーアフターとかを先生にたくさん見せていただいてたんですけども、びっくりしました。乳液なのにこんなに毛穴が閉じるの？ちょっと成分ご説明すると、まずビタミン C、 硫黄性のテトラヘキシルデカン酸アスコルビルが配合されています。これじっくりゆっくり効くタイプね。あと速効性のリン酸アスコルビルマグネシウム配合されてますね。ニキビにもいいビタミン C 誘導体になります。であとビタミン A としてはパルミチン酸レチノール。このパルミチン酸レチノールってあんまりなんか朝使わない方がいいんじゃないのみたいなことも言われてた時期もあったんですけれども、最近いやいや違うよっていう論調がなんか高いなと。亀山先生はそっち派でしたね。次にビタミン B 群結構配合されてます。ビタミン B2、 ビタミン B5 のパンテノール、あとビオチン、これビタミン B7 とかビタミン H とも言われますね。あとシアノコバラミンって言ってビタミン B12、 ビタミン ABC で、実はさっき言った AMPK を活性化させてくれるんですよね。でそれによって ATP って言ってエネルギーたくさん産生してくれます。それだけじゃなくて脂肪酸やコレステロールの合成は抑制するんだよっていう、これ何が言いたいかっていうと、過剰に皮脂を作らせないっていうことなんですね。あと実際にバリア機能とか線維化細胞の増殖とか維持とかによるアンチエイジング効果とかも相乗効果を考え尽くして開発されてるんですよね。他に、ビタミン P、 あとビタミン E で、その他実はビタミン以外にもカフェインとグリシンが配合されてます。カフェインはもともと代謝促進したりとか、あと皮脂分泌抑制したりとか、あと脂肪細胞燃焼、あと毛穴縮小とかいう効果が言われていたんですけれども、先生独自で目のむくみグマ改善する効果と赤み改善の効果を独自のご研究で見出しておられます。血流を改善する効果で目のむくみグマ改善、あと赤み改善は毛細血管の透過性を低下させていく、あとグリシンは生前の先生に直接お伺いしたんですけども、塗布だとグリシルグリシンよりもグリシンの方が効果があったそうです。ただグリシンはイオン導入すると刺激を感じるんですって。イオン導入だったらグリシルグリシンの方がいいよっていう風なことをおっしゃってます。やっぱりグリシルグリシンってグリシン2つつながってる、むしろ大きいのでこっちの方がイオン導入に適してるっていうことよね。臨床医として常に研究を続けになられてた、やっぱ先生ならではのこのカフェイン、グリシン2つの成分の組み合わせっていうことなんですよね。その他の成分も結構充実してまして、カモミラエキスとかね、抗炎症抗酸化とかね、あと大爆エキス、悪いタンパク分解酵素ね阻害することでかぶれ防止したりとか、アクネ菌を殺菌してニキビケアとかにいいよ。あとイザヨイバラエキス、ビリベリーハエキス、アーチチョークハエキスも配合されてます。これはクシナザーとお揃いなんですけど、私さっき自分でセラミドをちゃんと産生できるようになったからセラミドを補わなくていい肌になったって言ったんですけど、実はセラミドもちゃんと配合されてます。セラミド NP、 セラミド NG、 それからセラミド AP、 あと疑似セラミドも配合されてますね。角層のラメラ構造形成促進する成分たちなので、バリア機能アップにもいいですね。冬ね、寒冷刺激すごくバリア機能が乱れる、壊してしまう原因になるんですよね。まあ冬にもこれいい。基材は、水系の精製水、それから高アルコール。油材は油性感が少なくって安定性がいいエステル油、植物オイルが数種、あとこっくり感のある高級アルコールとか硬化油、あとシリコーンが配合されてます。あと天然ポリマーと合成ポリマーで増粘乳化安定と。で注意点は特になし。パラベンフリー、アルコールフリー、安心してお使いいただけるかと思います。しっかり保湿されるのになんで毛穴がこんなに閉じるんだろうっていう、今後も使い続けたいと思います。ただちょっとお高いので、まあ、ワクチナイザー使ってる方はお安いケアセラ乳液とかでも全然いいと思いますけど、ちょっと今年私お世話になったなってすごく思ったのでご紹介しました。続いてはこちらです。エピステームステムサイエンスアイ、今年発売されてからお世話になったなと本当改めて思います。多分私次本当はポーラのアイゾンクリームが一軍なんですけど、多分 次もこれ買っちゃうだろうなって思う。
これまあ筋肉幹細胞を増やしていくことで私たち眼輪筋の衰えをケアしていきますよっていうアイクリームなんですね。ここがアプリケーターになっていて、このまま目をマッサージできます。すごい簡単だよね。こうなんかまぶたの上通した点置き、ね、こういう感じ。全然こっくりしたクリーム状なんだけど伸びがすごくいい。でもしっかり保湿力があっていい感じに指止まりがあるんですよね。あと肌感はなんかね、絶妙に張りが出るって感じ。気持ちのいい張り感が出る。目がパッと開くような感じがします。香りは合成香料でフローラル系の香り、結構香り強度強め。ここにもうほんとくぼみができちゃうんですよね。そうするとすごい気になっちゃう。目開くのもすごい大変だから、おでこを上げて目を見ようとしちゃう。目パッチリ。これすごいのよ。今すぐ効果としてポリマーの使い方が上手なんだと思うんですよね。即時的に張り感を出してくれる効果もあります。すごく私これお世話になりました。本当にありがとうございました。はい、これはねアイクリームの動画でご説明してるので、こちらの動画をご覧ください。続いてはこちらです。ネオゼンリアルナイアシンアミド 15% セラム。ゆるいとろみのある、こんな垂れてきちゃうようなゆるいとろみのあるテクスチャーです。とろみは嫌な膜感もベタつきもなくって、すごくみずみずしい。肌にスッと素直に入っていくのがすごく好感触です。後肌感は潤って滑らか。香りはありません。ナイアシンアミド 15% って聞いてマーケティング訴求の高濃度だよねと思ったんだけど、ネオゼンさんのこれ使ったらこれは良かったんだって。開発者の方がこのパーセンテージにきっとすごくこだわってこれってなったんだろうなって思ったのね。あとはビタミン B にこだわってるので、ビタミン B1、B2、B3、B5、B6 が配合されてますね。私たちのエネルギーエイジングケアにとてもいい成分構成になります。睡眠不足も実はストレスなんです。そうするとストレスホルモンが出る。だけどもただでさえ朝ってストレスホルモンのコルチゾールたくさん出るんです。なんだけども過剰になっちゃうんだよね、睡眠不足だと。そうすると起点膜壊しちゃったりとか、リンパとか腱管にダメージ与えたりとか、むくみからたるみに発展させたりとか、悪いことばっかりなのよね。基本は私ワクチナイザーだけで済ませられるんですけど、30時間変わらなかったとかって時あるのね。そういう時のなんかちょっとプラスアルファとして今年お世話になりました。すごい乾燥が激しい方も結構いいと思います。はい、これも詳しくは急転動画でご説明してるので、そちらをご覧ください。続いてはこちらです。かすかにとろみがある。ちょっと粘りもありますよね。少しみずみずしく伸びて本当に肌なじみがいいです。あと肌感は少しポリマーのキシッと感がはあるにはあるんですけども、私は全然気にならないです。香りはありません。クエン酸 5% が私には一番いい。睡眠不足の朝、赤みもすごいんですよね。もちろんワクチナイザーもすごい赤み引かせる効果高いんですけど、トラネキサム酸をプラスするとより高まるんですよね。白純プレミアム化粧水でもいいんじゃないのと思われた方いらっしゃると思うんだけども、日本の濃度とこの濃度は全然違います。どうしても白純プレミアムだけでは徹夜明けの赤みは引かないっていう。ネオゼンとコスデバハだいぶ登場しましたよね、今年。だいぶ登場したよね。これなんか多分私すごい売ったかもしれないね。でも全然案件とかじゃないです、本気です。はい、いろんな動画で言ってるんですけど、こちらをご覧ください。そういえば案件といえば、今年初めてファンケルさんの研究内容の PR をやらせていただいたんですね。私前からファンケルさんのコラーゲン研究ってすごいなと思って長年追いかけてたんですよね。でずっとワクワクしていて、今回 PR のお話いただいて改めて凄さを復習したんですよね。以来自分で Amazon で購入して摂取してます。こちらです。ファンケルディープチャージコラーゲン
スティックゼリー。コラーゲンって皮膚だけじゃなくって血管、筋肉、骨とかエイジングに直結するんですよね。コラーゲンをただ補うんじゃなくってファンケルさん独自のコラーゲンペプチド、これグリシンプロリン、ヒドロキシプロリンっていうアミノ酸の配列のトリペプチドを摂取することで細胞に働きかける、つまりはコラーゲンやヒアルロン酸を作る力を高めていくっていうアプローチなのよね。だから今時アプローチでしょ。普通にコラーゲン摂取しただけではコラーゲンって巨大分子なので、例えば食品のコラーゲン分子ってアミノ酸が3000個以上つながってるんですよ。もう巨大よね。なので体内ではそのままでは吸収されない、胃とか腸の消化酵素でちっちゃく分解されて体内に吸収されるんだけども、タンパク質ってで体の構成素だから私も食品でなるべく取るようにしてるんですけど、都合よくねグリシンプロリンヒドロキシプロリンっていうコラーゲンペプチドに分解されればいいけど、そうはいかないでしょなかなか。だから私サプリで保管したいな、でもプロテイン摂取するんでもなくて私はこれを摂取してるっていう意味もあります。1日1本とおやつで食べます。日中すっごいこれ美味しいの、なんかリンゴ味でリンゴゼリー食べてるみたいな感じ。冷蔵庫で冷やしてるとよりいいんですけど、1日出かけてる時はねもうしょうがないよね。常温でもいける？いけます、いけます。美味しい。これのねファンケルさんのすごいところは、ファンケルさん独自のコラーゲンペプチドだけじゃなくってバラツモビエキスっていうものとイソクエルシトリンっていうものを配合してるんですよ。これの相乗効果を見てるんですね、データ化してるよね。バラツモビエキスはファンケルさんの独自のコラーゲンペプチドの相乗効果でコラーゲン分解酵素の酸性を抑制するよ。分解は抑制して酸性は促進する。イソクエルシトリンがこれキーなんだけども、コラーゲンの質を高めますよ。コラーゲンの分解と再生の両方を司るコラーゲン受容体が細胞膜には3つ存在してるんですけれども、3つのコラーゲン受容体全ての酸性を促進することを発見されてるんですよ。こう太くて長いコラーゲン繊維を作ってコラーゲン繊維の密度も高くするっていうことにアプローチするんですね。コラーゲンの質と量についてのエビデンスがあるってすごいですよね。案件ではないので、本当に案件じゃないので言いたい放題言ってますけど、はい、これ摂取してからなんとお肌のもちもち感がさらにアップしました。コラーゲンは筋活にも骨活にもいいのでエイジングケアの習慣にしてます。最後お世話になったもの、これすごいお世話になりました。こちらです。東京プラセンタ 20cc インテンスプラセンタ豚。私のインスタで飲み方とかをご紹介してるんですけど、これほんとすごいです。更年期の私を救ってくれた、飲むと飲まないでは大違いっていう。クリニックのプラセンタ注射20本分に相当するそうです。日本で1、2を争う美容成分のメーカーさん、原料メーカーさんの国内ではもうほんとすごいレジェンドって言われる開発者さんがいるんです。そのうちのお一人が開発されたのね。1960年代からプラセンタ原料を開発してたんだよ。ヒトプラセンタでは医薬品も上司されてたっていう長い歴史があります。化粧品原料とか食品原料でプラセンタ研究ずっと続けてたんですよね。個人的に塗る、要は化粧品のプラセンタって正直効果感じないんですよ。なんですけど飲むプラセンタの威力を改めて思い知らされた一品、本物は違うねと思っちゃった、まあ、だからこそ11月にやったイベントのプレゼントにさしたほどお気に入りなんですよね。開発者さんが言ってたんだけども、医薬品より濃くて高品質なプラセンタを作りたいって思ったんですって。そういう思いで開発したっていうことなのね。医薬品が全て優れてるわけじゃないんだよって。これって化粧品と医薬部外品とかの関係にすごい似てるよね。かなり精製をかけてるんだそうです。常にペプチド含有量が 90% 以上で、一般的なプラセンタはやっぱり糖とかどうしても油分とか、はい、多いので、これってすごいことなんですよね。なんとプラセンタ成分を 2000mg も使用してるんですって。で比較として医薬品のプラセントップって1000円ぐらいで売ってるんですけど、私が調べたところプラセンタ成分600mg って書いてあった。成分分析とかもちゃんとされてます。生理活性作用のあるペプチドが含有されてるデータもお持ちだし、 90% だから残り 10% 何なのっていうのもちゃんと分析されていて、ミネラルとか核酸だそうです。でビタミンも存在するんだけれども、やっぱかなり精製かけてるので、活性が下がっちゃってる成分分析にかけて調べたところ、まあ、プラセンタ注射20本ぐらいに相当することが分かったっていうことですね。防腐剤配合されてないので、封開けたらすぐに飲む。ペプチド含有量 90% なので良質なタンパク質の保管にもなりますよね。
あとプラセンタの効果としては、もともと中国の生薬だったんですって。ほらクレオパトラがなんちゃらかんたらみたいな、あクレオパトラは違うか、中国じゃないか、楊貴妃がなんとかとか。でも文献としては、あの自律神経が整う作用、要は体の恒常性維持の効果がある、だからよく眠れるようになったとか、お肌の調子がいいとかなんですよね。効果のデータとしては、肌の弾力とか明るさ、あと隠れジミ減少とか目立つ毛穴減少とか、皮膚の水分量増加とか。皮膚の水分量増加って、お化粧品塗布だったら簡単なんだけど、飲んで皮膚の水分量が増加するってすごいですよね。そもそもプラセンタって神秘の臓器って言われてるんですよね。お母さんと赤ちゃんって血液型が違う場合があるでしょ。プラセンタには、あの血は入ってない、胎盤としていい栄養素だけを赤ちゃんに渡すようになってるんだって。プラセンタ、要は胎盤で胎児を育てようっていうのは、血だと母体の有害ウイルスとかも赤ちゃんに行っちゃうから行かないようになってるためらしいんですね。原料メーカーが作って販売まで行ってるので、まあ、費用対効果は抜群だと私思います。で、私も週1、2回飲み続けてます。更年期で辛かった寝入りとか本当に良くなったし、ホットフラッシュも良くなったし、あと疲れにくくなった、肌も内側からなんかこう潤いがある感じ。実際ね、なんで週に 1,2 回飲み続けてるからっていうと、飲む頻度も調べてるんですよ。結論として1週間に 1,2 本だそうです。1本飲んで7日間観察した試験をやったんですって。お肌の保湿作用に関しては、1日後に保湿作用も改善する、で7日で下がるってことは、1週間に1回、保湿を期待してる方は1週間に1回でいいよ。で、疲労感については、飲んで3日後に効果がある、で7日で元に戻っちゃうから1週間に2本がおすすめだよと。POWS 短縮版という試験があるんですけど、気分とかストレスの試験の名称なのね。怒りについて1日後に改善して7日間ずっと改善すると、そうそう、怒りっぽい人にプレゼントするといいかもね。はい、これ EC で販売しているものになるんですけど、発泡入りになります。で、定期だとお安くなるみたいなので、まあ1ヶ月分で週に2本飲む想定で。もこれ店舗もあるんですよ。で、私まだ行けてないんですけど、銀座のすきや橋交差点の地下に店舗があって、使い合いにもいいんですね。これから飲みに行くっていう方が寄られたりとか、キュッと飲んでそこで行くとか、買い物の間とか仕事帰りに美肌ジュースとして飲む方も多い。この間イベントでプレゼントした時に、一部の方に言うの忘れちゃって、このまま飲んじゃった方がいたみたいで、ごめんなさい。とてもまずいので、あのジュースとかリンゴ酢とかに割って飲んでくださいね。お店ではジュースとミックスして、ビタミンとプラセンタの相乗効果もちゃんと見てるんですって、試験されてるんですって。こちらの写真見ていただきたいんですけど、店舗では瓶の販売なんです。ギフトにもすごく素敵だと思います。私も本当にこれも本当お世話になりました。以上なんですけども、いかがでしたでしょうか。本当に今年お世話になった感謝の気持ちを込めて、あの商品を紹介させていただきました。この動画がなんか面白かったとか、それなんかちょっと使ってみたい、摂取してみたいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた。